この世の全ての存在や現象は実体なく空である。でもみんなで一緒に過ごす時間はきっと現実だと思う。幸運開運、今日も最後までよろしく。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。2月16日水曜日がやってまいりました。幸運開運直脇です。いかがお過ごしでしょうか。第2部の始まりでございます。先ほどお話した通りね、夜中3時を回ったところで、ちょっと、お出かけの準備をして今また戻ってきたんですけども、なかなかね夜中3時に声を張り上げて歌歌ってる人もいないんじゃないかななんて思いながらやってますけど、引き続きよろしくお願いいたします。さっきですね、バレンタインデーのお話をしてね、ちょっと思うところがあったんですけど、バレンタインの疑問はね、誕生日のプレゼントとかクリスマスのプレゼントと違って一緒に買いに行かないのかなっていう疑問もあるんですけど、それとさ、いつも思うのが、別れ話をするタイミング、よくほら楽しいデートの後に別れ話をする人っているじゃないですか。あれがねちょっと僕的には辛いんですよね。じゃあ出かける前に行ってよみたいな感じになるんですけど、そういうのが気になってね、ちょっとキャンキャンのキャンキャンのアンケートをおじさんが見てみたんですけどね、ここにね、別れ話がこじれる時の原因になるもののアンケートが載ってて、第6位が振る側が泣く。これはねありますね。なんで君が言い出したことで君が泣いてるんですか、辛ければ言わなきゃいいじゃないっていうね、これはわかります。これでも第6位なんですよね。じゃあ第5位、振られる側が泣く。好きな人ができたという、これね、振られる側が泣くのもね、それはしょうがないですよね。しょうがないけど、でも泣いちゃうとね、もうお話にならないんですよね。じゃあ分かったよって言うんだけど、分かったよって言って取り消したとしても、一回そういう気持ちになってることは間違いないからね、ちょっと難しいとこなんですよね。で、振られる側が泣くと、もう一つ好きな人ができたという、これはね言わない方がいいかもしれないね。いつできたのって話になっちゃうし、じゃあなんでね、今まで一緒に付き合ってるのにその好きな人ができる隙があったのみたいな風になっちゃう。これだったらなんか他の理由をつけた方がいいのかなっていうふうに思いますよね。で、第4位は楽しいデートの直後に言う。ほら来たよ、これですよ。楽しいデートの直後に行ったらそれは揉めますよ、こじれます、間違いない。これなんで今言うのよっていうさ、じゃあ今日一日何だったのってなるでしょ。もう今ひょっとしたらね、その一日の振る舞いとか言動で、嫌いになってしまったりとか冷めてしまったりっていうのはあるかもしれないけど、でもさ、間を置いて言えばいいじゃん。それだったら電話でね、じゃあ会って話そうよってなるからちょっと難しいかもしれないですけどね。でもよかった、入ってました。第4位、楽しいデートの直後に言う。第3位、一方的に告げて逃げる。これはそりゃこじれますけどね、こじれようもないんじゃないかな、逃げれば。一方的に告げて逃げる。第2位、遠回しに切り出す。これはね確かにそうなんですよ、煮え切らないところがあって、じゃあ結局何が言いたいのっていうのと、本当に別れたいのかなっていうふうに思っちゃうと思うんですよね。遠回しに切り出す、そうだね。で、第1位は嫌いなわけではないという。それはそうでしょう、嫌いなわけじゃないんだけどさって言われたら、じゃあ別れなくていいでしょうっていうふうになるよね。これはでもね、僕ね、まあ辛い過去があって、ですね、
高校3年生の時に、まあ、3年生というか2年生の時から付き合ってた彼女、1歳下の彼女と付き合ってたんですけど、その子がねちょっと進行しているものがあって、でそれの関係でなんか知らないうちに親同士も話し合っていて付き合えなくなってしまっていって、そのままちょっといろいろあって終わってしまったっていう経験があってですね、それはちょっとなんか嫌いなわけではないところから始まったので結構辛かったですね。その時はなかなかね思春期にそういうのっていう、まさかねだから毎週水曜日だけは会えないとかなんかそういうのがあって なんかおかしいなみたいな感じはあったんだけど、何年か1年過ぎたあたりでちょっとあまりにもなんか、まあ、学校の帰り道は一緒に帰ってたからなんかねちょっとこういう日会えないみたいな、今日は急いで帰んなきゃいけないからとかっていうのがあってなんかおかしいなっていうのがあったんですけど、それを告げられた時のショックは結構計り知れない感じでしたね。まあ信仰の自由はあるので、まあまあねそれはいい、ね、いいとは思うんですけどね、ちょっとそのねお父さんお母さんあっての話になってしまう年齢だったので、そこはねちょっとねいろいろやっぱりこじれましたよね。嫌いなわけではないという、これはもう約半数の人がそう答えてるみたいですね。嫌いなわけではないというっていう原因だと別れ話がこじれてしまう。どれも難しいけど僕はやっぱり楽しいデートの直後に言うのはこじれるわけではないですけど、いやちょっとお前っていう風になっちゃうかな。さあそんなわけでさじゃないよね。まあ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 ね、そういう感じで、まあ、疑問もちょっと晴れてきたんで、ではまたリクエストいただいた、これねもうすいませんね本当ね、郷土の、リクエストに続いてですねまた遅れ遅れで、紅白のメドレーっていうことでリクエストいただいたんで、これはソラさんですかね、ありがとうございます。ちょっと歌いますんで、しばしお待ちください。よし行きますぜ。あらやっぱりちょっとボーンとはいえこの時間に声を張るのはなかなか勇気がいりますよね。まあちょっと頑張ってオケ作ってみたんでね、紅白メドレー聴いてください。さらば青春の光、あの頃俺と前は傷つくのも恐れずにただ走り続けていた。夢見ることを夢見て空を見上げる瞳は気まぐれ色だったけど誰よりも輝いてた。苦しく燃える情熱の彼方にもっと素敵な自分がいる。二人は信じて一瞬にかけた。時の流れゆくままにかき消された伝説も全ては明日の夢に導かれた物語。中を二人は一人きり、さらに明けゆく夕日の中を今夜も昼下がり、さらにどれほど朽ち果てようと最後には笑いたい。何のために戦おうとも動機は愛がいい。君がいい。
覚えてこの街ごと飲み込んでしまいそうな今日に僕は君を手放してしまった。明日が不安だ、とても嫌だ。だからこの僕も一緒に飲み込んでしまえよ、夕焼け。したのは直明オリジナル紅白メドレーでございました。ありがとうございました。いやもうメドレーになるとちょっと息が切れてくるね。最近ねあれなんですよ、東京駅なんか歩いててもちょっと早歩きして、僕総武線使うんですけど、総武線からこう上駆け上がってったりするとはあはあぜいぜい行っちゃって、もう京浜東北線とか山手線のホームで苦しそうにしてマスクいじってるの僕です。すぐわかると思います。非常にねまずい。このままではちょっとアンチエイジングに走ってみようかなと思いますけどね。そうだね、今度アンチエイジングの話でもしますか。最近ですね結構ね安くていい化粧品を僕、みんな知ってるかな、なんかもち米粉から作りました。もち米から作らないか、なんか
ミスト系の化粧水が最近潤いがいいなって、安いのにいいなって思い始めてる今日この頃でございます。何のことやら。あとね、シギさんと南さんのリクエストも忘れてないんで、リクエストをいただいた分はね、ちゃんとやっていきたいなと思ってますので、明日やるか。明日じゃあもう一回やっちゃいます。第3部かな、明日。もう今日だね、今日。じゃあちょっとお出かけして帰ってきたら、お出かけって仕事だ、仕事行って帰ってきたら、やりたいと思いますので、第3部もぜひ聞いてください。それではありがとうございました。お相手は、ゴンカイオン直脇でした。それでは良い一日をお過ごしください。バイバイ。じゃあねー。